よっ。うーん、美味しそうなぶどう園いっぱい。あれ、でも今冬ですよね。ここは岡山県林間町。実はこれ、シエンといって冬に採れるぶどうなんです。種がなく食べやすい上、糖度がおよそ20度と高く、果汁が口いっぱいに広がります。甘くて美味しい冬のぶどう、シエン。ぜひ一度お試しください。今回の言葉は傘に乗る。雨が降りおるから傘に乗せてん。岡山弁で傘に乗るというのは傘に入るという意味です。この場合、雨が降っているので傘に入れてくださいという意味になります。雨が降りょんで傘に乗せてくれんかの。お願い、傘に乗せてん。岡山で巨石文明の遺跡を発見したと聞いて、高橋市宇漢町にやってきたのだが、これはすごい。イギリスのストーンヘンジにも匹敵する大発見だ。何？動き出した。古代にこんなテクノロジーがあったとは。実はこれ、宇漢常山公園にある石の風車。園内にある18個の風車は全て風の力だけで回っています。大きい羽になると直径2メートル以上、重さはなんと2トンにもなるというから驚きですね。巨大建造物の正体はわずかな風でも回る石の風車だったのです。さて、今回のももっちが行くわ。ももっちです。今回体験するのはなんと乗馬です。うわー、あったかーい。マニワ市ヒルザンダは冬は雪上乗馬が楽しめます。綺麗だな。え、馬は大きいから怖い？大丈夫、こちらをご覧ください。どうですか、この仲睦まじい姿。馬と人間は大昔から大の仲良し。大きいけど怖くないよ。さて、初めての乗馬体験はどうだったかな？最高！最高！最高！なんだか新しいこと、楽しいことがしたくなったらいつでも思い出して。人と馬は友達なんだ。